ウェンディリュース・シャーマンウェンディリュース・シャーマンはアメリカ合衆国の政治家、外交官、現在国務副長官、国務次官補、国務省参事官、国務次官を歴任。アジア問題、特に朝鮮民主主義人民共和国問題に関する経験が豊富。1967年から1969年までスミス大学に在籍、 1971年にボストン大学で学位を取得。1976年にメリーランド大学で社会福祉の修士号を取得、ファイカッパ祭に所属。バーバラ・ミクルスキ会議員の首席補佐官を3年、務めた。1986年の上院議員選挙では、ミクルスキの選対委員長を務め、勝利に貢献した。その後、メリーランド州特別長官。 メリーランド州児童福祉局長歴任。1988年民主党全国委員会では、同年の総選挙に向けた総合的運営に関与し、議会、選挙区とのコミュニケーションを監督した。また、連邦、州、自治体の各レベル間の選挙運動について調整を行い、効率的な選挙活動の遂行を指揮した。 1991年から1993年にかけてコンサルタント会社ドーク・シュラム・ハリスシャーマンで経営パートナーとして戦略的コミュニケーションを専門に扱った。またエミリーズ・リストを運営し妊娠中絶容人派の民主党女性候補を政治的及び資金的に支援した。1992年には組織的に戦略を策定することにより 連邦会員で過去最多の女性議員を誕生させた。1993年から1996年までは、ウォレン・クリストファー国務長官の下で、議会担当国務次官補を務め、国務省と連邦議会との間での立法上の取り組みを指揮した。またデートン合意に関連して、ソビエト連邦の崩壊後のロシアその他の、新独立国家に対して、資金的支援の獲得を導いた。 1996年4月から1997年7月までは新設されたファニー名財団で会長兼 CEO を務めアメリカ国内における持ち家の普及、促進を目指した。またファニー名本体の運営委員としても活動。財団では運営基盤の構築を行った。1997年国務省に復帰し、マデレーン・オルブライト国務長官の下で、 三時官を務めた。同時に、ビル・クリントン大統領の指名及び、連邦上院の承認を受けて、大使級のランクも受けた。シャーマンは、オルブライト国務長官に対する助言を行い、特に外交政策の主要課題に関する特別任務を引き受けた。シャーマンは、北朝鮮特使を務め、アメリカの対北朝鮮政策を担った。 2000年には北朝鮮政策調整官として、平壌を訪れ、金正日総書記と米朝関係改善について、会話を行った。2009年以降、シャーマンは、オルブライトストーンブリッジグループの国際戦略のコンサルティング会社で副会長を務めた。シャーマンは2008年大統領選挙で、ヒラリー・クリントンの顧問役を務め、選挙後は、トマス・ドニルソンと共に、 バラク・オバマ次期政権の発足に向けて国務省との調整中会を行った。シャーマンはオバマ政権における国務省の上級ポストの有力候補として名前が挙げられた。2011年7月1日、オバマ大統領はシャーマンを次期国務次官に指名すると発表。同年9月21日に就任宣誓を行った。2021年1月16日、 ジョー・バイデン時期大統領の政権移行チームはシャーマンを国務副長官に指名すると発表。同年4月13日、上院は国務副長官就任を56対42の賛成多数で承認した。2015年3月24日にワシントン DC のカーネギー国際平和研究所セミナーでの講演で歴史認識が原因で、 日中韓三国の協力が妨げられているとした上で民族感情はまだ利用することができ政治指導者が過去の敵を非難することで安価な拍手を得ることは簡単なことだとししかしこのような挑発では何も進展せずに麻痺をもたらすと歴史認識の差を悪用することを批判した韓国の連合ニュース記者は過去の歴史挑発を初めて触発した日本ではなく 韓国と中国がこれを利用して国内政治に利用している点を指摘したものであったため議論の余地があると批判した。ありがとうございます。